渋士湾、左上は、桜島渋士湾は、九州南部大隅半島東岸に面した、塩湖状の湾、有明湾と呼ばれることもある。鹿児島県肝付群肝付町筆先から、宮崎県串間市の問井岬先まで、その塩湖状の湾岸総延長は、約8 0トルあるが、それらを結ぶ湾口は、約2 0トルほど。湾の南西の肝付町にあたる、 川の湾口の日先のすぐ内側には、手腕の内の裏湾がある。湾の奥にあたる北東から、西側の海岸線は砂浜だが、湾口両側の南岸と、遠い岬周辺では海岸まで山地が迫っている。また、湾のほぼ北側中央にある、渋子港の沖約5キロメートルほどには、湾内唯一の島で、ビロウなどの亜熱帯生植物が、 国の天然記念物に指定されているロ老島がある。小さな島だが、夏季には海水浴場やキャンプ場として利用できる砂浜や簡素な施設があり、渋士港からの定期船があったが、平成15年頃より休業中。渋士国家石油備地区基地肝付町側の湾港には、1970年に国内初の人工衛星、大隅を打ち上げた。 宇宙航空研究開発機構の施設内の裏宇宙空間観測所がある。1968年、新大隅開発計画として、沿岸の一部を埋め立てる計画があった。計画は、自治省出身の金丸サブロ知事によって唱えられた。通産省の渋士湾を、共同原油輸入基地候補の一つとして選定した、こともあり、 農業を中心とした食料生産基地としての開発計画から渋士湾臨海工業地帯へと大きく様相が変わった。計画の概要は20年後の鹿児島として1968年10月に公表されたが、その内容は総面積3600ヘクタールの埋め立てによる石油化学コンビナート、鉄工業、軽金属業の誘致と3万1000人の 雇用喪失というものであった。埋め立ては、渋渋安全域の沖合 2km までを予定していた。1971年に総面積を2463ヘクタールに縮小した一時試案が発表されたが、それでも設備投資額は9980億円とされていた。一時試案は反対運動により廃案になった。1976年、県は、 周辺19市町村と調整を重ねて二次試案をまとめた。二次試案は総面積1160ヘクタールとされた。用地は3区分され、1号用地として、食品加工、木材及び、住宅、機械金属、流通加工関連が180ヘクタール、2号用地として、造船、機械金属として250ヘクタール、3号用地として、 石油生成300ヘクタール、石油備蓄1000万キロリットル430ヘクタールとされたが、最終計画では1号用地が70ヘクタールに縮小された。計画では、渋士港の南西側、現在の潮風公園と鹿児島海陸運送の渋士、営業所がある場所が1号用地であった。安楽側を挟んでその南西側に菱田川まで2号用地が続き、 ひ田川より南側は海浜リクレーション地区とされていた。そのさらに南側、東串良町の海岸側の肝付川までの全長 6km 余りが3号用地とされた。反対派の住民は100人ほどの団体で議会に乱入して暴力事件を起こし、逮捕者が出るなどの騒動も起こった。その後も反対運動は続々いたために埋め立て面積は1。 10以下に縮小され、渋子港周辺に、漁業用物流用地、東串良町沖合に、渋子国家石油備地区基地が建設されるに留まった。太平洋戦争末期には、アメリカ軍の上陸予定地と想定され、内の裏砲台や高崎砲台が整備された。砲予要塞から榴弾砲が一設されるなどして、合計7門の砲台が設置された。 渋士湾に浮かぶビロウ島とビンダレ島にも10センチと12センチの合計4門下農法が洞窟陣地に設置された。内野浦地区には海軍の統治下が4つ築かれ、2016年現在3つが現存している。また特攻停信用の基地も、ヒレが、三崎や内野浦浜、昭白この浜に設けられた。渋士大国リゾートホテル。ありがとうございます。